はい、こちら。チーズめっちゃとろけてるじゃないですか。はい、どうも料理のおじさん、リュウジでーす。ということですね、今日はいい感じになってきましたので、いい感じになった時に食べたいっていうこうものって何ですかね。締めの料理って何ですかね。そうですね、チーズ牛丼ですね。今日はチーズ牛丼を作りそうな料理研究家ナンバーワンの僕がですね、巷で話題チーズ牛丼を作っていきたいです。めちゃめちゃ美味しくて誰にでも作れる、失敗全くなしの超簡単チーズ牛丼を皆さんにお教えしたいと思いますので、乞うご期待。リュウジのバズレシピ。今回はね、もう材料はね、これだけ。牛肉、玉ねぎ、チーズ、とりあえずこれでもう簡単に作っていきます。世界一簡単なチーズ牛丼なので、今回はね、玉ねぎですよ。レンジ調理なので、薄切りにしていきます。じゃないとね、なかなかね、火の通りにムラが出てくるんでね、薄切り。玉ねぎはね、食感にもなりますし、甘みと旨味を足してくれるんで、あと香りも足してくれるんで、できればね、入れた方がいいです。これね、50g、牛こまですね。脂身結構ついてるとこです。これぐらいね、ちょっとね、赤身と脂身のバランスが、いいところの方が美味しいです。美味しいです。切るというか、ちぎっていいです。牛丼としてご飯と一緒に食べれるなぐらいな感じまでちぎってあげてください。ね、これぐらいのね、牛こま肉だったらもう全然ちぎれると思いますんで、これに 100g 入れていきます。めんつゆですね。これね、めんつゆでね、味付けていくんですよ。めんつゆね、大さじ1。はい、めんつゆだけだと味にね、深みが出ないんですよ。で、ここで僕が何を入れたかというと、何だと思いますか皆さん。ね、ハイボールじゃないですよ。大好きなこれね、これね、黄金の味ですね。これをね、大さじ1。このね、めんつゆ3倍濃縮のめんつゆ1に、この黄金の味1がマジでうまい。簡単さに比例しないうまさなんですよ。これラップして3分30秒チンします。はい、ということで、牛丼になんのか本当にと。お肉はね、もうね、完全に火が通っている。ちょっと混ぜていただいて、これね、もうね、お肉にね、結構ね、味染みてるんで、この状態で、はい、チーズ、この状態チーズです。 35g から 40g ぐらいですよね。で蓋をして40秒加熱します。まあ、40秒かけました。はい、こちら。ご飯にこれをのっけていきます。チーズね、ここそうこんな感じ。チーズは上にやって、チーズめっちゃとろけてるじゃないですか。紅生姜ですね。紅生姜ちょっと添えてください。はい、ちょっと添えてください。で、まあ、ちょこっとこう小ネギをのせてあげると、今話題のチーズ牛丼完成です。それではできましたので、食べていきたいと思います。いただきます。このチーズ牛丼ってのは何ですかね、皆さんね。何ですかね。酒と飲むもんなのか。もちろん酒と飲むもんでしょう。ビールじゃあ、もうスタッフがもう答え分かんないから僕が答え出します。プレミアムです。いただきます。いただきます。こうね、とろとろ、めっちゃ伸びてないですかこれ。いただきます。あ、これはね、やばいわ。何がやばいかというと、めっちゃめちゃうまい。世界一簡単の牛丼って言って、チーズ入れないで牛丼だけでやるっていうレシピもあるんですけども、チーズが加わったこの料理、かなりデリシャスになってますね。タバスコを入れて、締めにならん。
あ、うん、これいいな。スーは牛丼の上だけ食いながら酒飲むんですよ。僕は牛サレ飲むんですけど星3つです。まあ、とにかくね、うまいです。味がしっかりしてるね。酒飲める。僕があまりにも酒飲み仕様だからめちゃめちゃ味濃いっていう方がいるんですけど、そういう時は塩減らしてください。僕いつもこうやって収録した後飲み行くんですけど、撮影で食ってるのが一番うまい。今日は何とぞありがとうございました。おー、ワクワクだぜ。ワク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 さん、ワクワクさん。俺の中のゴロリとは全然似てないんで大丈夫。そういや、俺の中のゴロリこれなんだよ。これワクワクさん。それしかセリフが出てこない。